はい、それでは新型ステパゴンスパーダプレミアムラインの初試乗に行っていきたいと思います。レッツゴー。ハイブリッドモデルはエレクトリックギアセレクターとなっています。ガソリン車はセレクトレバーとなっています。 D ボタンを押すだけで簡単に発進できます。試乗する車は新型ステップワゴンスパーダプレミアムライン EHEV ハイブリッドモデル車になります。このボディカラーはトワイライトミストブラックパールという色です。今回撮影に協力していただいたのはホンダカーズ観音寺吉岡店さんになります。とても親切に対応していただきありがとうございました。あと、まあ、カメラがあるので、はい、それは出たりしますけど。あ、カメラが、はい、おすごいですね。一応ボタンで切り替えができると。ああ、そうです。はい、いいですね。これは走行中ずっと、いや、スピードがね、しばらく上がると、はい、消えます。はい、ステップワゴンスパーダプレミアムラインのハイブリッド車 EHEV になります。燃費は WLTC モード 19.6km、 市街地が 19.3km、 郊外モードで 20.5km、 高速道路で 19.2km となります。ガソリンが 52L なので約 1000km ほど走行可能ということになります。実燃費も今後検証します。今初めて新型ステップワゴンスパーダに乗った感想としては、とにかく静かということです。3つのモードで、出足は EV モードで発進し、しばらくするとハイブリッドモードで走行します。私が一番気に入っている、新型ステップワゴンの機能はこちらを押しますと、トラフィックジャムアシストという機能が働きます。今片側の線だけ認識してる、雨両方してるってことですよね。あ、そうです、はい、すごいな、ね、ライトつけるとライトが、ライトつけたらライトがつくですね、はい、ブレーキ踏んだらブレーキの、ウィンカーしたらウィンカーがすごいですね。でトラックとかバイクっていうのも認識するので、はい、前にトラックがいたらトラックが出てきたりっていうのもします。これはでもこの通常のクルーズコントロールと違って、そのブレーキ踏んでも解除されないからいいですね。そうですね、やっぱり下道で使うとなると、ね、毎回毎回リセットしてたら大変なので、このトラフィックジャムアシストという機能は渋滞運転新機能となっています。適切な車間距離を保ち、ぶつからないために支援してくれます。実際乗ってみて、ステアリングの操作アシストがかなり精度が良かったです。すごいと思ったのは、車線が右や左にカーブしている状態でもそのカーブの状態を認識してくれて、画面内にカーブが曲がった状態を表示してくれます。フロントセンサーカメラおよびミリ波レーダーで検知しています。白い場合は今はちょっと認識してないかなっていう、この今緑になったので認識してますよってことですね。以前のタイプってそこまで下道で反応しなかったんですけど、はい、まあ、最近のセンシングが下道でも結構反応するようになったので、この間シビック試乗させてもらった時にすごいなと思って、はい、ステップワゴンも同じのがついてますよって言われて、はい、すごいなと思って、それぐらいからですね。レジェンドシビックに搭載されている先進機能です。車内も静かですね。そうですね、とにかく初めて乗った瞬間、静かと思わせるほど静かなステップワゴン EHEV ハイブリッド車両です。車両重量が 1840kg あるにもかかわらず、その重さを感じさせないステアリング、そしてアクセルを踏んだ時の電気モーターの加速感がとても素晴らしかったです。今は車線が中央しかないので、中央の線だけが光ってますけど、今両方ついてるけど、これはまだ認識はされてないってことですよね。そうですね、ブレーキを踏んだらこのようにストップランプが点灯します。これ分かりやすいですね。ブレーキホールドをオンになってますね。今なってます。ブレーキホールドがオンになってますので、ブレーキを離してもブレーキを保持してくれる。そうですね、ウィンカーもちゃんと、そうですね、かわいらしいですね。エンジンは 2.0 のガソリン車ですよね。でハイブリッド仕様ですね。あ、そうです、この先踏切です、注意してください。真ん中走ってないよってことです。これぐらいの出足だったら全然エンジンかかってないですよね。そうですね、もうモーター走行、今エンジンかかってました、うん、はい、発進時は EV モードを使い、スムーズな走り出し、かつ静かに走ります。
EV モードはバッテリーからの電気のりモーターのみで走行。エンジンを止めて走るのでガソリンを使わずに電気自動車として走行を楽しめます。市街地走行時や減速時などは頻繁に EV モードに切り替わります。燃費向上に寄与しています。これクルーズコントロール設定したらトラックが映ってますね。そうなんですよ。すごいな。トラックバイク乗用車ですね。クルーズコントロールをセットしたらこのなんか右に行ったり左に行ったりのがこう表示される感じですね。ドライブジャム、トラフィックジャムアシストだけの時はなんかそのこれがあんまりどう言ったらいいんだろうか表示されてなかったんですけど、今クルーズコントロールをセットしたら、はい、トラックが映ってなんかこのどっちに寄っとるかみたいなが出てますね。はいはいはい、はいはい、トラフィックジャムアシストだけど、ね、なんかこっちだけでも行けるんですかね。行ける、出るんですかね。別々のものなので。はははは。坂道走行時や強い加速が必要な時は自動的にハイブリッドモードになります。モーターとエンジンをフル活用し走行します。 EHEV のハイブリッドモードはエンジンの力で発電した電力で走行用モーターを駆動。加速時にはバッテリーからの電力を合わせて走行用モーターで走り、よりパワフルな加速が楽しめます。加速時、今やっとエンジンがかかりましたよね。 EHEV はより電気自動車に近いハイブリッド自動車です。燃費を抑えつつ、ホンダらしい走りを楽しめます。いやでもこれすごいですね。これかなり薄いですけど認識されてますね、はい、そうなんですよ。この辺の精度がかなりすごいです。ホンダセンシングのすごいところは中央の線だけでもトラフィックジャムアシストが機能してくれます。あらゆる道に余裕と自由を、そして運転の世界を変えるモード、エンジンモードがあります。高速道路でのパフォーマンスを発揮します。ホンダエンジンの得意領域である高速クルーズ時にエンジンと車輪を直結しエンジンの力で走行、燃費を抑えながら高速走行ができます。カタログ値の燃費が市街地モード、郊外モード、高速道路でほぼ同じというのもすごいですよね。 WLTC モードでスパーダの燃費は 19.6km となっています。もうちゃんとスポーツカーっぽい絵になってますね。すごいな。あと初めて乗った感想としてコーナリングでの安定性がかなり増しています。結構ボディ剛性がすごくしっかりしてます ね、 そうですね。あのふらつきが無番ですけどな、ね、少ないんですよね、はい。まあ、今変わりましたけど、まあ、あの現行が旧型ですが、はいはい、あれでも結構いいなと思ったんですけど、そうなんですよ。さらに良くなってます ね、 こうね、ミニバンだったら結構こう振られるイメージになるんですけど、はい、すごいしっかり安定してますね。もうこれぐらいのカーブだったら全然 ね、 そうですね、かなり進化してますね。そうですね、足回りも含めて合成と進化してますね。標識もね、認識してくれて、はい、一般の道でこんだけ認識してくれるのはかなり精度いいですね。あ、ここですね。ここですね。はい。じゃあバックに入れます。これが旧型のステッパーですね。そうですね。これ行き過ぎたらセンサーになるんですかね。ピーピーセンサーになります。なるんですね、はい、怖いんでやめときます、はい。ノーマルビューとワイドと、はい、これがワイドです。そうです。広くなった、あ、そうか。広くなります。あ、はい、これはそれをね、はい、押していただいたら、はい、とね、大きく表示が、あ、全体になったんですね。はいはい。
マルチビエルがなくなります。これ絶対いりますよね。いいですよね。タイヤの角度とかもこれ見えるので、あ、ここも連動するんですね。画面も撮るし、ちょっと撮ってないかしら。はい、こっちも出します。すごいすごい。あ、いいよ、ちょっと戻ってみて。して、P。で、これでもパーキングは今自動にかかるんですかね。エンジンね、切っていただくと自動で。自動でかかるんですね。はい。鍵はこんな感じです。あ、この辺に。はい。この裏面に。はい。歴代のステップワゴンの。ほう。映像があったりとかするんですか。めっちゃ面白い。ちょっとあと撮ってる？わーっとしといて。いける？初代。はい。はい、2代目、3代目、4代目、6代目。6代目。へー。あ、確かに微妙に違うんですね。そうなんですよ。この辺は特に違いが。あ、ここ違うんですよね。はい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 。これは後ろのこの非対称になってるところぐらいの。ああ、はい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 、分かりにくいですけどね。細かいとこすごいすごいですね、はい、ちょっと一つ、はい、はい、ありました、はい。